スタートします。20球ずつ違う場所からやっていったので、ちょっと一番入っている確率が高そうな真ん中からまたやっていきます。61球目からです。おお、こっちのエースだった2連続エース出ますから9番が入って1番取り出し OK です。でもさっきからちょっと押さえでついてたんで、若干左足の痛みが休まってちょっとずつ戻りましたね。この10球は強くいきそうです。
ンが入って手玉スクラッチだったんですが、なんと47キロ47.35、今日一のスピードです。スクラッチが残念ですが、はい、20は最初にやったところと真ん中のほぼ間のこの2ポイント、1ポイントの交わるところに手玉を置いてやります。ちょっとこの10球はスピードを下げてで最後の10球上げます。4度目のやつです。ノイ。おお、珍しい。そっちのやつ。取り出しは一応あれの9番エースです。5回目結構エース出てるの。ノイ。ラストも真ん中からやってます。ラスト真ん中でできるだけ強めのブレイクを最後10球やってみようと思うんですが、果たしてどれくらいスピードが出るのか。
4番インを取り出したし、ノイ、46キロ、ここに来ていい点数になりました。ちょっと入れたな。最後5番いいです。おお、これ最高です。47.75 がなんとラスト6回で出ました。ちょっと気合い入れてるだけありますね。 47.75、 はい、残りあと5球です。ノイラスト4回、なんとここに来て初めて腕にちょっと反動が、ここまで足しかなかったんですけど、若干右手に反動き始めましたね。4回では全然大丈夫なんで、マックスでいきます。ラスト3、ラスト2、ラスト2、けどまたこれも 47.10 でした。ラスト、よし、ラスト。
もういい。はい、ということでブレイク100球終わりました。はい、いかがでしたか。マックスブレイク100回頑張りましたよね、これはい、これ今ちなみに簡単なデータなんですけど、ちょっと発表します。まずこの100回ブレイクでかかった時間は50球終わって5分休憩したんですけど、合計で約2時間です。2時間で100回ブレイクつきました。そして一番気になる合計で何個入ったか、結果は72球でした。いや、意外に少なくて僕もかなりびっくりしたんですけど、ラックシートを使ってブレイクしたら多分平均1個以上は入るので100球は絶対到達するんだろうなと思ったんですけど、まあ、キラックだとこんなにも入んないんだなと思ってかなりびっくりしています。合計で入ったのは72球、その中で一番多かったのは4番が30球入ってます。まあ、ほぼ半分近くですよね。 40% ぐらい、やっぱ入る球もキラックでも限られてくるんだなと思います。まあ、もちろん台によってラックの立ち具合が違うと思うので、入る番号も入り方も変わってくると思うんですけど、まあ、今日やったこのテーブルではこういう結果になりました。そしてブレイクの平均スピードです。ブレイクの平均スピードは 42.81 キロ。途中ちょっと最初の方で足痛くなってしまって、まあ、そこからスピードダウンして少しまあ休憩じゃないんですけど腕の力だけでやったところがあって、まあ、その結果後半でまた強く打つことができたので、まあ、ブレイクをつきながら回復していくっておかしい話なんですけど、まあ、足はそんなに負担かけずにやっていったら、まあ、後半は結構強くつけたので後半にかなり盛り返して平均は 42.81 キロ出ました。そして最高の時速は 47.75 キロ、これは95球目で出た数字ですね。最後のラスト5球で 47.75、まあ、ラスト10球はもうかなりフルブレイクをさらに意識してやったんですけど、まあ、その結果が出たんじゃないかなと思います。まあ、この5球目ぐらいでちょっと少し腕の違和感を感じ始めて、やっぱ疲れは出るんだなと感じました。まあ、この今データ直後なのでまたちゃんと集計して画像で最後に表示します。はい、まあ、今日はこんな100球チャレンジだったんですけど、また今後もいろんな100球に挑戦したいと思います。もしよかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。はい、それではヘトヘトの土方隼人、本日もご視聴ありがとうございました。